もう一度大竹のコーナーキック、中へのボール押し込んだ。高杉選手の執念感じましたね。非常に感じるね。いいゴールになりましたね。さあこれでね1点差なので分からなくなりましたよ。その前は肩だったでしょうか。